東京リズミカルシャワー。はい、ということで笑いが絶えなかったけれど、はい、終わりだよ。もうですね、やっと終わったな。やっとなの早くなかった。もう交番やから、うん、1回目にして1回目にして D に交番切られるからね。あ、 D に切られるの。 D に切られるから、ね、あ、そっか、うんうん、デザイン悪いとか言うんだからそれは多分いろんなところから怒られます、うん、いろんなところで切ってくれるかな、そこら辺。いや、カット、あ、カットカットっていう技術がさ、うん、ここ何年かでできてるわけやん。ここ何年かでできたいや、でも D は使うっていう顔してるから。あ、うん、あ、じゃあ交番やな。交番やっぱ交番の。いやいや、やめてやめて。残念やな。よく考えて、これとりあえず1回目。1回目、うん、なんか最終回の終わり方、うん、そうそうそう。え、最終回で交番って単に普通に終わっただけじゃない今回1回目。1回目だから、うん、1回目。じゃあ来週も来ていいかな。あ、来週来た、来週来た、うん、来週来たか。再来週、再来週行っていいかな。行っていいの。行っていいかな。来ていいんじゃないの。なんでそこでいいと思って来ないの。いや、言ったぶん、ふーともーや。ふーともふーともいい、ふーふー。でも言ってもんだから私一番初めに答え出てたもん言わないよ。今ぼかしてもしゃあないもん勘弁してくださいよ。いや、楽しかったですね。ホームページとかないの。ホームページあんの。こんな、こんな番組にあんの。こんなっていう、だからやめなさい。だからやめよう、いつも言うけど。ちゃんとごめん、ちゃんと大きな声でごめんなさいって。ごめんなさい。はい、よくできました。ホームページあるんですか。あるの。リズシャワーで検索したらいいんじゃない。ググっちゃったらいいんじゃない。え、東京リズミカルシャワーで引かなくても出てくるの。知らない。何で出てくるんだろう。なんだったら、あの、はんなりで出てくるんじゃない。いいね。これで出てきますか。もう、いいね。もう出てきますか。それはもう頑張ってもらう。東京リズミカルシャワーを知りたかったらはんなりで検索みたいな。それ大丈夫ですか。続きはウェブでやめなさい。東京リズミカルシャワーで検索してください。もう、あ、ほらほらほら、こんな感じで第1回目終わっちゃうけど、ドタバタな回、ね、うん、ドタバタな回でしたが、最後までお付き合いいただき誠にありがとうございます。ありがとうございました。いいかな。メインパーソナリティの趣里と福島のりまさと M.Uraでした。ありがとうございます。